餅を使ってピザを焼いてみた続ハイブリッドストーブ。あらかじめ餅をみじん切りにした。それをミキサーで粉砕することに。粉砕した餅、塩3グラム、半分でよかったと思う。薄力粉小さじ4杯、砂糖小さじ2杯、粉砕した餅大さじ6、水 35cc、 オリーブオイル大さじ1/3、ベーキングパウダー小さじ1/2杯。こねる。餅のせいで粘つく。打ち粉を増やした。こうなった。生地はもう少し薄くてよかったと後から思う。ピザソースを塗って具材を重ねた。とっさでついでに粉チーズも振りかけてみた。ベーコン、ピザ用チーズ、トマト、ピーマン、牛タン、サラミ、干しぶどう、とろけるチーズ、おまけ、粉チーズで雪化粧、干しぶどう。250度で焼きたかったが、174度か。まあいいか。26分、焼きすぎで黒々と焦げた。初めての自家製ピザの出来上がり。餅入りの生地はどんなんかな。
生地も食べ応えがあって、具材のハーモニーもグー。塩分も薄味で美味しかったが、具材の塩分を加味して塩は半分でよかったと思う。